呪楽大、呪楽大、呪楽亭、呪楽大は、安土桃山時代、豊臣秀吉が、うちの平安兄弟大屋と、現在の京都市上京区に建てた、成長、邸宅、上閣。春行後八年で取り壊されたため、不明な点が多い。呪楽大は関白になった、豊臣秀吉の成長邸宅として1586年、天正年2月に着工され、 翌1587年、天正15年9月に完成した。九州征伐を終えた秀吉が大阪より移り、ここで政務を見た。1588年5月9日、旧暦天正16年4月14日には、御養税天皇の行行を迎えて、これを共応している。また、天正少年施設や徳川家康の越見もここで行われた。 1591年、天正19年12月に、秀吉が豊臣市長者、家徳及び、関白職を追い、姉、秘宗の子、豊臣秀次に譲った後受落代は、秀次の邸宅となった。翌、1592年、天正20年1月には、再度、御用税天皇の行行を迎えている。短期間に、同じ場所に二度も行行が行われたのは、稀有なことである。 文禄三年頃には北の丸が秀児により増築された。しかし、秀吉は1595年、文禄4年7月に秀児を高野山に追放して切腹させ、翌8月から樹落台を徹底的に破却した。後、御所に散大するための利便上を新たに豊臣家の家屋敷を建設する必要に迫られ、現在の仙洞御所の地に京都新城後に、 北万所が居住が設けられた。樹楽台は、台、イコールドの台、屋敷とあるが、本丸を中心に、西の丸、南二の丸及び北の丸、豊臣秀寺造地区の三つの車を持ち、堀を巡らせていたため、形態としては平城であった。建物には、金箔瓦が用いられ、白壁の矢倉や、天守のような重層な建物を持つ姿が、 呪落大図屏風や、落中落外図、江戸初期などに描かれている。さらに、国立国会図書館、広島市立図書館、浅野文庫などが所蔵する呪落古城図では、本丸北西宮に天守の書き入れがあり、天守の存在が推定されているが、一方で、天守はなかったのではないかという指摘もある。秀次の家臣、小井重勝の小井日記によると、 本丸の石垣城の壁の延長は、計四百八十六件、三つのクルワも含めた刺しに、巡らされた柵の延長は、計百三十一件であった。吉田金美の金美京記によれば、堀の幅は二十件、深さは三件であった。京都図屏部、地図屏部によれば本丸は、北堀が一条通り、南方、東堀が大宮通、南堀は上調者町通り、 西堀は、浦門通り付近にあったものと推定され、それに加えて北の丸北堀は、横新名通り、南にの丸南堀は、泉通北方、西の丸西堀は、上福寺通付近にあったものと推定される。樹落行行期や、樹落古上図などには、石の追垣が、山のごとく、樹落行行期刺繍をめぐっていたとあり、北側は、元西岸寺通り付近、東側は、 黒門通り付近、南側は下立売通りと泉通との中間に築かれていたと考えられ、西側は土屋町通付近にあったものと推定される。樹落古城図によれば、外閣内に豊臣秀長、山和大納言、三好島五七、後の豊臣秀次などの秀吉親族や、前田利家、黒田義高、細川忠興、 ガモウジサと、堀秀政など、秀吉配下にあって特に、信頼されていた大名の屋敷が立ち並んでいた。千里宮も外閣内の北三角近く、現在の元西岸寺通り南側、大宮通と黒門通りの間あたりに屋敷を与えられていた。外閣外側には、縦横に街路を作り、秀吉配下の大名屋敷を配置した、日本史、樹楽古城図。その範囲は、 北は元西岸寺通り、南は丸田町通り、東は堀川、西は千本通りで囲まれた地域であったと推測されている。後に、外区は堀川の東にも広げられ、樹落台と御所の間は、金箔瓦を吹いた大名屋敷で埋め尽くされたと考えられている。樹落台は、樹落亭、樹落城、樹落屋敷、樹落亭、樹落館などとも記される。 単に、呪楽とのみ記した文書もあるが、呪楽行行期にはすでに、呪楽大、呪楽帝の表記が見られる。読みに関して、呪楽帝、呪楽大、呪楽屋敷の各説あるが、大の関音は、帝であり、小法記の半本、ゼ瀬アンの大行期には、呪楽大の表記に、呪楽帝の振り仮名が振られている。道書には、呪楽帝、呪楽と合子さと大。 利定用構えへの振り仮名付きの表記も見られることから、当時、呪落帝と呼称した可能性が高。呪落代は、建造中は、内野お構えと呼ばれていた。呪落という名の由来については、呪落行行期に、調整不老の落を、修むる者なりとある。また、フロイスの日本史には、彼、秀吉はこの城、を、呪落、呪落と命名した。 それは彼らの言葉で悦落と歓喜の集合を意味する松田武氏、川崎桃田役とある。これら以外に呪楽の出典が見出せないことから、秀吉の造語と考えられている。上述のように呪楽大は徹底的に破却されたので、明確な意向は残っていない。現在、呪楽大師の石碑が中立売通り大宮西北角、呪楽大本丸東堀と。 写真、右、と中立ち売り通り裏門南西角、樹落大本丸、西堀跡の2カ所に建てられている。1992年、平成4年、西陣公共職業安定所、ハローワーク西陣、大宮通り中立ち売り下がるの建て替え工事の際に、本丸東堀跡が検出され、金箔瓦約600点が出土した。 本丸側から登記されたように早上に堆積していたため本丸の建物に吹かれていた瓦と考えられる2002年平成14年国の重要文化財に指定された1997年平成9年には一条通り松山地西入北川のマンション建築工事の際に東西に伸びる底石列が2列検出されたこの石列は 京都図屏風などから北の丸北堀南側の石垣のものと考えられ、2012年、平成24年には、京都府警西陣待機宿舎、知恵港通常庁舎町下がる東側の建て替え工事の際に、本丸南堀北側の石垣の基部、東西間の約32メートルが検出された。樹落台の破却に際し、建物の多くは、 伏見城内へ移築されたとされる。西本願寺の日雲閣、明覚寺の大門、明神寺波東院玄関、山口県萩市城年寺の三門なども、呪落台から移築されたという伝承があるが、いずれも伝承の意気を出ず、今のところ呪落台の意向と認められている。建造物は大徳寺の唐門だけである。また、梅雨の井松屋町通り、下町蛇町上がる日がシールは、 呪落台の移行であると伝承されてきたが、近年の研究ではこの地点は東堀の中にあたるので、移行ではない可能性が指摘されている。また、松林寺、知恵公園通りで水下がる付近一帯は、周辺より3メートルほど低くなっており、古くから呪落台の堀跡とされてきた。1997年に私屈調査が行われ、報告者は外堀の一部としている。 一方で、桃山木から江戸初期にかけての文献資料、絵画等に、樹落台に外堀のあったことが見えないところから、江戸時代以降、壁土として盛んに利用された樹落土の採掘跡の可能性を指摘する声もある。1997年の樹屈調査でも深さ3メートルほどで地山に当たっており、現況からは深さ3軒、幅20軒あったという樹落台の堀を想定する。 ことは難しい。また、平成27年、2015年の、京都大学防災研究所らによる表面破綻さでは、彫りは確認できなかった。このように、松林寺付近の窪地を、樹落台外堀り跡とすることは、文献資料の面からも考古学的成果からも、現時点では、学術的根拠に乏しいとせざるを得ない。 京都市泉老人デイサービスセンターの北向かい、地恵公園通りで水下がるには、加藤清正貴蔵と伝えられている庭石が残る。江戸時代の間は、樹落村と呼ばれる農村であったが、近代以降に市街地化された。町名には、須浜町、須浜池町、天秤丸町、山里町、北野五門町、高台院、旧御台町、東堀など、当時の名残が、 色濃く残っている。黒門通は、呪落台の東門、黒金の門にちなむとされ、また、東五郎町、女水町、昭寺町、浮北町、中村町、被弾との町、福島町、中所町、直江、旧直江町など、秀吉騎下の武将の名を冠した町名も多く残る。廃客後、樹落大延辺にあった、落町に住んでいた住民は町見城下に移転させられ、 現在も京都市伏見区には、呪落町の地名が残っている。同区内にはこのほか呪落大ゆかりの、東、西須木町、上下上泉園町の地名も残る。呪落大を描いた絵画は、以下のものが確認されている。以下の1から6はいずれも、同じ原図によるものと考えられ、国立国会図書館像のものが一番オリジナルに近いと考えられる。天守、 やぐなどの位置及び大名屋敷の位置と街路が書き込まれ、追書きと思われる太線も記入されている。京都図屏風は一名、地図屏風とも呼ばれ、寛永2年、二条城拡張工事から4年、五水農院御所着工頃までに描かれたと考えられ、ほぼ6500分の1の正確な京都の地図で、樹落台の堀の形状と位置を記す、唯一の資料である。 このほか、氷線家には、ジュラクダイナーにあった、利休や式の部分的な平面図が残されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。